はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回もブレインマッスル高校投手でやっていきたいと思います。主人公がねちょっと変な顔してますけれども、一応不眠症ですね。でまあ不眠症本来だったらもうちょっとやめようかなと思ったんですけれども、デッキのねこの神楽坂くんプラゴをお借りしてですね、この神楽坂くんをね探し出すのがね結構時間かかったんでちょっともう一回初めからフレマラをやる気にはなれないので、このまま不眠症で進めていきたいと思います。で神楽坂くん自体はですね、テーブルの方でも、まず技術ボーナスがついて得意練習率アップも持ってて、やる気効果アップもついてるという形になりまして、まあ、一応40でいくと、タックのボーナスが、80% になって得意練習率アップもついてやる気効果アップ75と、でそこに45になりますと変化球ボーナスがつきますので、かなりいいテーブルですね。神楽坂くんは脳筋高校にめちゃくちゃ向いてると思います。であと前回とちょっと変えたところは、牙を入れてます。で牙は、ジャイロボールを持ってるのと伸び20丸ですね。なので伸び骨を取れるというところで、金徳の街道をちょっと目指していきますので、まあひらめきでね、街道を取ってかつやっぱりそれだけだときついので、エミリちゃんから街道のコツももらうと。でエミリちゃん自体もまあ伸びをね、ちょくちょくくれるキャラではありますので、伸びは、5にして取っていきたいと思います。で、眉村については今回、ハイスピンジャイロを取っていきますというところですね。あで牙の爆速は切りません。このまま進めていきます。まあ、これでうまくいけばね本当にかなりいい選手が作れると思うんですけど、まあ、爆速がそもそも俺1回も成功したことないんで快速ストレートとかはね本当いらないんですけど、まあ、そこら辺ですよね。まあ、爆速1人作りたいのと、あとはロゼルージュもね1人作りたいですよね。あとシルバーバレット、まあ、ここら辺はね本当に成功しないですよね。1個もね成功したことないっす今までで。シルバーバレットね特に2回目がね本当に通過できないっていう、でそれを考えるとね本塁打厳禁にする意味があるのかっていうところもちょっとあれですよね。これはどうしようかな、牙でいこうかな、牙でいこう。牙からはね結構まあ伸び骨をもらって、ジャイロボールが欲しいですね。ジャイロボールが、お、やる気を上げてくれるのか、かおりちゃんは。12%、3人か。わりかし、美味しいよね。牙もいるしね。どうしようかな。やろう。で、次寝て、チュンチュンが発動すれば、不眠症は治ると。早すぎでしょ、伸び骨ちょっと。ふわ、眠いなーって。これでさ、不眠症治してもらいたいけど、さすがにそれはないよね。そして、不眠症が発動してしまったか。1回くらいでどうにかしたいんだけどな。ここで寝て、普通か。もう1回練習して寝てかな。あんまり不眠症が続くようだと直で直したいけどな。エミリちゃんにも直してもらいたいっていうのはありますね。これは悩むな。エミリちゃん行くか。エミリちゃんは1回目では確実に彼女になるっていう選択肢ではないんだっけ。2回目で確実に選択肢になると。1回目は確率かな。うお結構来るね。でちょっとこれは体力を回復させよう。不眠症でだいぶ削られてるからな。やる気も上がったし、エミリちゃんはいないから、まあ、評価を上げられるキャラでいきましょう。眉村の野球感、まあ、これはコツを取っていきましょう。そうだそうだ、バント封じで、ビビちゃんが登場したけれども、まあ、特にっていう感じだからな。いないね。いないから評価を上げていこう。マジ今のところエミリちゃん頼みだな。ジャイロボールめっちゃ進むな。投げたい投げたーい。おお3回か。ちょっときついかな今のところ。
エミリちゃんいるけどさすがに無理だよね。これで治ってくれ。治らん。ひらめきが一応発動してるね。ロッククライミング。神楽坂くんの1回目ですね。神楽坂くんもね、神高と比べて全然イベントの内容がねいいんで、エミリちゃん頼む。これで直してくれ。どうだ、きらめいてるだろ。おお、いいね。若干遅かったけど、まあよしとしましょう。これなんて読むの。お、勝ち運転に入れた。あと眉村のコツがあるけど、エミリちゃんはとりあえず乗った。眉村はねキレが欲しいんだよね。キレがで、伸びはもう5にはなってるけど、勝ち運はもう取るでしょ。でリリースも取れるときに取っておくでしょ。こんなもんか。あんまりねヤシと違ってポン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 取れるものでもないので、緊急登板。ムービングの進化系、分かったと進めていきましょう。あとはねやっぱり彼女になってくれるかどうか、ここがめちゃくちゃポイントですね。エミリちゃんの場合は寝ておくか。でコツがあると。沢村、沢村もリリースは取ってあるんで、玉持ち。前回玉持ち取れなかったよね。またもじもじするか。マジ気持ち悪いんだけどこいつ、もじもじ感が。でここは一般的なジャイロにお願いしましょう。でさらにシャッフルがかかって、沢村も乗ってない、カオルちゃんも乗ってない、どうしようかな。コントロールがわりかし上がってってるね、練習レベルが。お、これは体力を回復してくれる、ありがたい。ソフトのお願いどうしようかな。ダメだにしよう。ここはちょっとポイントが欲しい。で、眉村か。守備にね特に練習が来てないんで、とりあえず緊急登板を手に入れたんだっけ。バント封じはな、3のないからね。ポーカーフェイスとか来そうな気がするけど、どうだろう。キレ OK。エミリちゃんのイベントが全然来ないね。ん、これはどうだ。なんかこの前下がったよね。102点。何点満点なんだ。神楽坂くんのコツか。 23% 強行するまでもないからな。少し見ていくか。変化球変化球変化球になってんだ今。全員乗ってたっけ。ポーカーフェイスのコツとかあるねこれ。いやーちょっと遊ぶか。うん、ヒットポイントかな。あんまり回復しない。ヒットポイントっていうか体力がまた焼き下がるのか。これはこっちになりましょう。お願いします。うまいうまい。いやこれやる気上がってほしいよね。メンタルか。エミリちゃんがな守備にいるからな。ちょっと一回守備をやって敏捷ポイントを稼ぎつつやる気を上げてもらおう。でもう12月になるよ。おい。これはおお、やる気がめちゃくちゃ下がった。まあやる気もそうなんだけど、エミリーちゃんの告白イベントがそもそも1回目も起きてないからね。ジャイロボール OK。 コツは悪くないんだけどな。
マッサージの方かよ。これはやめておく。これが一番無難ですね。監督評価もね上がるんで。で、カオルちゃんの筋トクは進めていきましょう。でもう2週か。カオルちゃんここにいるね。ただスタミナコツがね2人いるとマジでどっちに来るか分かんないから、キレは取ろう。そこからの玉持ちジャイロと、こんなもんか。ま、監督評価も上げつつ、いいね。牙めちゃくちゃコツをくれるね。おい、これかい。どっちでもいいわ、こんなの。3周、そしてまた寝れない日々が続く。めちゃくちゃやる気が下がってるぞ。ただコツがあるからね、欲しいよね。それはエミリーちゃん、エミリーちゃん、ダッサン、コツはマジで悪くない。めちゃくちゃ回収できてる。告白、これは告白する。イエス、やったぜ。やる気がちょっとだけ上がった。さらにここでもやる気が上がってくれるとめちゃくちゃ嬉しいんだけど。おお、いいねいいね。やる気を取り戻していった。エミリーちゃんはあれだね、経験点がちょっと偏ってるんだね。筋力、技術、変化球、精神はくれないんだ。で、ここら辺からもう見ていきましょう。とりあえず、まあメンタルをやるあれではないかな。カチューは取ったから、緩急が欲しいね。沢村のコツがあるんで、根性か。で、これは、矢部君に譲りましょう。もう一段階ね、やる気を上げていきたいんだけど、ここら辺で、大吉とか出ると、やる気上がるっけ？てか、人によるんだよね。中吉、うーん、普通だな。急速に1人、守備か。カオルちゃんめっちゃくれるね。敏捷ポイント取っておくか。さて、そこからの、おお、これは2回目勝手に発動するのか。めちゃくちゃ体力回復したな。エミリーもね、そんなに頻繁に使うキャラじゃないんでね。もう前回いつ使ったかなんて覚えてないくらいだから。よし、脅威の切れ味ももらって、コツがいっぱいあるね。牙はもう回収したんだよね。あと重い球か。そうかそうか、忘れてたな。脅威の切れ味も取れるときに取っちゃおう。で、根性も取るでしょ、ダッツさんも取るでしょ、クロファイ取るでしょ、バント封じもギリ取れるでしょ。カオルちゃんと練習しといてよかった。わりかしハマってはきてるね。眉村休息か。ポーカーフェイスがね来る確率があるからね。で、キバは守備。カオルちゃんだな。緩急が欲しい、緩急が。よし、オッケーオッケーオッケー。コツの回収がめちゃくちゃいい今回。まあ、こういうのをねちょいちょい食らってるけど。爆速か。まあ行くよね、爆速とかね。成功しないよな本当に。神楽坂くん、ここに3人来てるか。これはやろう。ちょっとミックスしよう。牙を一応止めておくか。さて、コントロール、まず神楽坂くんが来た。でスタミナも一応止めておくか。メンタル、メンタル、ここら辺でハマるんだよね本当に。メンタル、メンタルによく来るな。受け身練習、あ、柔道受け身練習が敏捷手に入るんだ。そういうことね。沢村は来ましたと。眉村マジで頼むよ。これどうする、どこまでやる。残り5くらいまでやるか。ちょっと取っときたいもんって、マジで無理だわ。あ、来た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 。
いやーほんと使ったわこれがな、毎回毎回ねやる気が1個下がってるっていう。まあでもこれでだいぶ技術は手に入れたんで、さてそこからの神楽坂くん打たれ強さで剣玉と、まあ、確かに剣玉はね技術上がりそうだよね。で爆速の2回目か、爆速はやっぱり球速を上げておいた方がいいのかね。げ体力持ってかれんだこれ、どうしようかな。ワンタック、まあ無理だね、お出かけしてデートしよう。エミリちゃんで次は確実に練習しよう、バレンタイン前なんで。これね成功失敗がねあるんだよね。評価が高ければ成功しやすいみたいだけど、食べよう、うまい、よし、オッケー、めちゃくちゃ回復したな、やる気も戻った。ここで練習が変化しての球速は1人、変化球ちょっと変化球全然足りてないよね、少し基礎も振ってく。140までは乗らないか、130にしておこう。スタミナは E にしておいて、どうしようかな、今ひらめき中が、あ柔道の受け身が来てるね。守備が3人か、あとは何かあった、怪盗ってどうやって手に入れるんだっけ。怪盗どこだ、あった、球速コントロール、コントロール、変化球、変化球、バランスよくか、なるほどね。まあじゃあとりあえず騎馬本家の球速練習をしましょう。で沢村の2回目、あとエミリちゃんってバレンタインでなんかよこしたっけ、虫歯系とかなんかそういうマイナスのやつ、歯磨きセットこれもし歯磨きセットが入ってないと虫歯になるっていうそういうパターンか。コントロール前村がいるね、カオルちゃんわりかし守備に出てくるけど、すごくないこれ、だってさ前村のさあ、違う、前村コントロールじゃないんだ今、全く一緒じゃんって思ったけどそりゃそうだよ、タックがかかってないもんね。どうしようかな、変化球とかマジで練習したいんだよな。今ひらめき自体はどうなってんの、特にっていう感じか、カオルちゃんだけ止めとくか。でこっから一回ミックスかけよう、あースタミナね、で和太鼓も来てるから、まあ、ここはこれでいくか。沢村くんのスタミナは結構美味しいんだよな、スタミナを上げておきたい。5、OK、OK。で、和太鼓。やばいな、変化球をちょっと気にしないと。騎馬と神楽坂か、ちょっと狙っていくか、これは。神楽坂くんがね、もともとあれなんで。沢村とかもどうでもいいか。メンタルがやたら多いな。眉村のメンタルとかね。これを、エミリーちゃんで揃えるのか、エミリーちゃんで揃えるのはね結構きついんだよね、悩むな悩むなと言いつつ、球速球速球速か、騎馬を球速で止めないといけないんだね、どうする、今回はこれでいいか。でいやこれだけでもな結構手に入ったね、変化球なかなかね思い通りにいかないからね、ブレインマックスルは全てが全てハマるとめっちゃいいんだけど、今回はね変化球が伸びなそうだな、コツはねめちゃくちゃ回収できてるんだけど、俺なんだっけそもそも どこだ、どこで監督が言ってくれてる、先発だ、あもういいわ、コンピューターに任せよう。さて少し取っていくか、3で取っちゃおう、伸びも取っちゃおう、
で緩急も取るでしょ。あとなんかあった？ないね。でそうか、ポーカーフェイス、ポーカーフェイスは自画撮りしよう。もうこれはよし、これでだいたい主要なコツは潰れてますね。あとは沢村のタイピンとかもね欲しいよね。お、頑張ってるね。最後誰、俺撃たれたの。3点、調子に乗ったら3点取られたみたいな。あ、自責点2か、もう下ろされたんだな途中で。自責点2の段階であいつ調子に乗ってるわって思われて。空気椅子、球速3つで空気椅子の意味がわからんからな。でここは経験点を取りに行きましょう。このバカーっと。で球速に2人、変化球にはいない。神楽坂くん、騎馬はじゃあ止めておこう。球速コントロール、コントロール、変化球、変化球とかだったよね。一応狙っていくか。激流下りがあるね。球速変化球でコントロール、スタミナ、守備がいないのか。だから球速の一人が邪魔なんだね。でメンタル、激流川下りにメンタルはいらないから、これをコントロールコントロール、コントロール。沢村があれか、あれになればいいのか、変化球に。じゃちょっと一回これでいいわ。次のターンに持ち越そう。どうしようかな。沢村スタミナか。沢村スタミナはでかいけどな。ここも結構手に入るね、筋力的には。いやでも D にしておこう。でスタミナを上げていこう。6、やっぱでかいね、スタミナ6はでかいね。換算するとだって筋力ポイントで60とかでしょ。で精神ポイントも同じくらい使うからね。これはどっちだ。ここら辺の、おお、体力回復嬉しいね。激流川下り、まあ、バント封じはもう手に入れたからね。眉村どうしようかな。変化球スタミナだからこいつか。でコントロール、コントロール、球速になってもあれか、ボールジャグリングとかいうのがあるんだね。一応やるか。あ、来た、投球の真髄。これでいこう。コツをもらいつつ、であれ、あいつ何だった、コントロールか今。いいね、体力を回復しつつ投球の真髄。ってことは球速キャラかあんまりキャラ設定が定まってないな。おお、変化球ポイント手に入ったのめっちゃでかいな。カモンマッスルとかよくわかんねえし。いや、ノーミ君よく頑張ったな。あ、体力は減ったけど最大値が増えた、結構嬉しいね。変化球、沢村と眉村か。ここにコツがあるけど、これはちょっと眉村君いじろう。変化球は出ておいて、カーリングはでも来てんのか。変化球球速コントロールだから、これで眉村君は動かせると。じゃあ行こう。合宿もねあるんだけどね。よしよしよし、こういう風にねうまーくハマってくれるとめっちゃ助かるんだよね。ダブルタック78か。まあ、変化球ボーナスがないからね、このお二人に関しては。さて、打たれてしまった。まあしょうがないよね。カーリング、
このラッパワーがねやっぱり切れた時っていうのも結構きついんだよね。食べよう、お願いします。さてさてさて、また来てる眉村と今度は木場か。コツ付きだね。何かがひらめいてる。あーこれはやっておきたい、やっておきたい。沢村はロックしておくか。合宿がね何気に毎回毎回出てるっちゃ出てるんだけど、あんまり足りてるわけじゃないんで、神楽坂くんコントロールでロックしておく必要はなさそうだな。エミリーちゃんどうしようかな、変えちゃおっかな。まあ一応一人休息になってるから。キバスタミナ、キバコントロール、キバ、おお来た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 。しかもムーンサルトが来てるまあキレはねもう掴んじゃったからね。よし、神楽坂くんが絡んでくれれば結構でかいんだけどな。あとやる気だね、やっぱりブレインマッスルはねやる気だね。いかにしてやる気を高く保つか。やってみよう。踏んだらー、おおできたー、鉄棒ムーンサルト、名前はかっこいい。爆速ストレート、いけ。これはマジでどうやったら成功するんだ。ジャイロボールマジで何でもないんだけどジャイロとかもうすでに掴んでるしね。いやー球速が足りてないか、普通に130キロだからな、まあ、爆速はしょうがない。デートをしよう。ここはエミリーちゃん、やる気を上げてください。あれこれ何、全然わかんないんだけど。エミリーちゃんの2回目だよねこれ。デート2回目はミックスジュース、体力30、筋力が上がるとナスビジュース、やる気も上がるし、あ基本ここら辺は一緒か、評価と体力30とやる気は一緒で、あとはカップルドリンクだと評価がいっぱい上がるけどポイントがもらえないと。でマグロジュースまずそうだなマグロジュースとかになると技術、ここは変化球にしておきましょう。ナスビジュースだな、超まずそう絶対まずいでしょう。まあ美味しかったのかね、体力が上がったってことは。少し変化球に振っていきますかここ君たちそこじゃないでしょ、いるのいる場所間違ってるよ。でも前村からこれはあれだね、変化球ポイントもらえるね。ちょっとどうしようかな、今回はまあ普通のフォークフォーク、カーブカーブスライダー、この3つを育てていこう。どうする、コントロールに寄らせるか。電池は6個か。まだなんとか力学講座があるのか、なんとか力学講座が終わってからにしよう。得意練習とかね、神楽坂くん乗ってくれればいいんだけど、ただこの体力量だと次は厳しいか。お、これはいいね、やめておこう流体力学講座、マジ何と講座だ、全然わからん。で、変化球にむしろ誰もいないここに君たちさ、ほんと行く場所違うでしょ、変化球ばっかだな。まあでもやっておくか。シャッフルまでどれくらいだったっけ。これで変化球ポイントを徐々に稼いでいく。もうエミリーと一緒に帰ってもしょうがないかな。かっこいいっしょ、恥ずかしいねって。一人カオルちゃん、沢村のコツも欲しいけどな、どうしようかな。変化球か、まあ、ポイントくれてもよし、コツをくれてもよし、タイピンとかだからね。怪我しにくさも残ってんのか。闘志、あそうか、そんなんあったな忘れてた。
こういう時に来るんだよね、体力のない時に。どうしようかな。スライダーは2にできる、オール2か。これでやっぱり足りてはない、足りてはない。75のためにやるか。 30%。 いやー怪我するよな。ちょっとここはデートしておいて、3人とかね、4人重なってくれればいいんだけどね。次でまたこれもあれだね、選ぶ系だね。変化球にしよう。ジェットコースター、エミリーちゃんはいいね。こうやってちょっと足りないものをさ補っていけるっていう。あんまりエミリーちゃん使ってなかったけどね。そうか、これであれが変わっちゃったのか、みんなの特にっていう感じだから、これでいこう。あ、でももう5月か、そろそろ電池の消化に入んないとね。闘牛変化球ポイントが入った、やった。共感アプリ、共感アプリって体力減るんだっけ。もうとにかくね、ちょっと体力を削ってくるのはやめてもらいたい。いや、めちゃ疲れそうだなこれ。おお、疲れなかった疲れなかったっていうか、あー、いる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 。これはちょっと変化寄せよう。11個、一旦全部ロックを解除して、まず変化球、球速が牙なのか。一応止めておく。キュイン、無理だ。キュイン、メンタルに来てるね。中の2人がどうも知恵の輪とか、マジどうでもいい。来ない、どっちかでも来てくれ頼む。来ない、どっちか、どっちかでいいよもう君たち何なの。サバ村くん、ありがとう。カオルちゃんお願いします。あと1個カオルちゃん来なかった。まあいいや、ラブパワー付きのダブルタック。もう電池がない、どうにもできないぞこれは。変化球1人、メンタル、カオルちゃんがちょうどメンタルか。これはやろう。で6月に入る直前に一回コツを見ておきますか。街道はまだ置いておくとして、変幻自体は取るでしょ。牽制も取っておこう。投手はポーカーフェイスが外れちゃうから、低めとかもな、結構いいんだけど。ハイスピンジャイロ取るでしょ。こんなもんか。よし、これでちょっと最後のあれをやっていくか。牙なんだっけ、球速か。眉村は変化球か。変化球ポイントもらっておく。であんまりいい練習がなかったらデートをして、ちょっと見てみよう。変化球来てるね、2人来てるね。神楽坂くんがいるからね、やりたいね。やる気が1個減ってんのが気になるけど。神楽坂くんのロックを外して、ちょっと待って、誰誰誰、神楽坂くんか。神楽坂くん3つしかないのか。あ、来た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 うまくハマってくれればね、ほんといいんだけど。あとはこの 7% で怪我をしないっていう。 OK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  初タック神楽坂くん、よし、怪我しにくさも、まあ結構査定的にはいいからね。で、カオルちゃん、そうか、まだ完走してなかったか。いや、ノゴロくん欲しいよ、本当に欲しい。変化球、いや、これはもう無理だ、これは本当に無理で、一応コツを見つつ、復活は取ろう。で、デートしましょう。ここはエミリーちゃんで、一応ここでもね、なんか成功失敗があるらしくて、成功はね低確率みたいなんですね。で特にどれがどれっていうのはないのか。でうまくいけばね、伸び骨が手に入るんですけど、もう伸び骨はもらってあるからね、
だと低めのコツも手に入るのか。それはすごいね。まっすぐ行こう。よくわかんないけど。オーマイガー。あ、なるほど、トレジャーハンティングね。まあ悪いイベントではないから。でラストよ、ラスト。変化球1人、球速1人。まあ、怪我してまでなやる感じでもないからな。ブレインミックス、これって最後合宿とかできんのかな。合宿に全てをかける。球速、変化球、全然足りてねえわ無理だ。球速、変化球、これを止めておけばいいのか。であとは適当に守備、コントロール、スタミナ、あとメンタルか。牙、ダメか。でどれをやるか。カオルちゃんやっぱすごいね、ポイントはもらえるわ。 6%。 ワンタックだったらもうちょっとデートを完走させちゃおう。で元に戻って神楽坂くんがね変化球に来てくれればそれでいいし。でここは応援しましょう。応援、フレーフレー。体力減るのかあれ体力減らないな、体力マイナスって書いてあったけど。で一応エミリちゃん、ここでね街道のコツを掴んでますけれども、多分伸びコツも手に入りますね。でメンタルに牙がいる、これはいいね。さて試合前なので少し能力を整えていきますか。まず球速はとりあえず140くらいにしておいて、コントロールも D にしておいて、スタミナは C にしておくでしょう。精神が足りてないのか、精神が。で変化球自体は、まあ、フォーク と、カーブ、スライダーをもう一回上げたい。カオルちゃんメンタルにはいない。牙、神楽坂くんもいるのか。まあ、やっておこう。あとはちょっとメンタルで回復しつつかな。ここはな、どうしようかな。サクッとでいく、サクッとでいこう。ここはさすがに負けないでしょうさすがに負けないでしょうと言いつつ負ける可能性があるからな。街道、まあ、3だよね。やっぱりちょっと3じゃないと無理だよ。精神がなくなったけど、いや本当に街道はきついね。お待たせいたしました。2でね取れるっていうところがせめても救いだけど。よし、これは何だ、カジ君って言うの、カニ君かな、まあ、カニさんっていう人もいますよね。ピンチがねないのがね、ピンチってタイピンがないのがちょっと痛いけど。オッケーイ。スライダー、逆球からの見せ球、オッケーイ。1、3塁、この3塁にね行かれるのがやっぱりね厳しいんだよね。これはおお、よく取ったの。ちょっと危なかったね。セカンド誰、なかなかいい動きをしてくれたけど。おお、復活。復活ってさ結構回復するよね。まあ、復活復活で何回か回復してるのかどうかはよくわかんないけど、わりかしねスタミナを少なくてもやってくれるんですよね。街道の、おお、いいね。140キロか。街道持ってるんだったら球速を上げていきたいね。よし、さてカオルちゃん、カオルちゃんいない。神楽坂くんがいるけど、ちょっと 11% はやっぱり怖い。
で特にいい練習がなかったらここはもうメンタルでやっていきたいけど、おお、いいね、ワンタックだけどやっぱり牙のねあれも乗ってると思うんだよね、筋力ボーナスとか。で次はまたメンタルだな。でここはちょっと自分で点を取っていきたいから、スライダーはまだ3にはできない。もう最近さ、ずっと投手もね先発ばっかりだからね、毎回毎回言ってるけど中継ぎとねもう抑えがね全然更新してないんですよね。ブレインパス心臓、ワンアウトランナー二塁という場面で能見、これは普通にミートを開いていこう。倒れています、外れた、際どいところ投げてくるね須田君。牽制もあるか、危ない球、次が4球目、投げた、あっと打ちました、おっ守備の乱れか。矢部君はもう狙っていく、どうでやんすか。矢部君はねなんだかんだでね使えると、関野君強っ何こいつミートへパワー B、 あー今のストレートすげえ狙い目だったんだけどな、失投してしまったか。あれまあいいか、ブレインマス追加点、こいつもパワーはあるけどミートがさすがに小さいな。1点は取りたいね。ポテンポテン、よしよしよし。さて岡野君上り調子なんて言ってた。うおまた最後の最後に点を取られんな、こいつは。自責点3か、もうピッチャーはねほんと試合がね難しいというか長引く。うわ神楽坂くんやりたい、マジでやりたいけど安全に行こう、安全に。特にやることがないのでメンタルで回復しておきましょう。さて残り2回は練習できるかな。変化球は150になったから、スライダー333、あともう1欲しいよねやっぱり。で技術が足りて精神も足りるけど全てがなくなるな、精神の。筋力もそんなに多いわけではないか、牙のタックとかが来てくれないと結構厳しいかな。ブレインマッスルはねもう高校の特性上どうしてもねコツが多くなる高校なんでね。ブレインマッスル先生のチャンスを迎えました。走ったね、エンドラン決まった。関野くん君は期待の星だ。投げました、ほら打った当たりがヒットになった。よしよしよし。で一条か、そうだこいつがいたな。どうよ一条はマジ強い本当に変わってるんだけど、俺なんかミスした。1失点だったら全然変えなくていいでしょう。スタミナがもう足りなかったのかな。復活のね発動条件が本当わかんないからね。ここは牙だな。いやカオルちゃんのメンタルっていう手もありだな、変化球だしね。キバから筋力をもらっておくか。急速にちょっと走るか、街道持ちだしねせっかくの。てか重い球がそもそもまただったか。まあ重い球もね全然取っておいていいものなので、急速が伸びないね。そうすると重い球いくつだ ?32 か。ま、安いといえば安い。で、球速ちょっと上げとく?球速145は欲しいね。150いきたかったけどな。もうこっから150まで伸ばすのはちょっと無理だね。お待たせ。
すげえ流れるように試合が進んで、そして1条ノーアウトランナー2塁というほいここで試合が動いた。さらに坪田くん、前はねミート D のパワー C のパワーヒッター持ってたからね、ピッチャーがめちゃくちゃ打ちやすかったけど、絶好調とはいえこれは無理だ。近江くんが1番を打ってんのか、まあ、アベレージヒッターと流し打ちがあるから1番任せたいけどね、こういう時にやっぱりチャンスが結構響いてくる。矢部くんはまあ攻めて犠牲フライでいいんで、能見くん足は C なんだ。これはでも左中間真っ二つ、おお走ったね。そして関野くんと一条のねペアがやっぱ最高だね絶対お前9回に取られるよな油断しすぎじゃないか。そう、あとせっかくスタミナが C まで行ってるんでスタミナを B にまで上げたいっていうのはあるけど、カオルちゃんメンタルか、まあ悪くはないね。よしやろう。最後は球速練習で筋力もちょいちょい稼げたし、さて大西くん、大西くんはねほんとやだ。なんか4にできるかな。フォークを4にしたいけど、これはエピローグポイントで4にしていきますか。で、球速145、コントロールの C にしておいて、スタミナは最後のエピローグで、B まで持っていくとして、変化球ポイントが若干余ってるのか。あ、低めとかねいいかもしんないね。いや、あとは変化球、あ、手応えとか3アウト目を取ったとき、三振に取ったとき、次のイニングで能力アップ、これいいね。しかもわりかし敏捷を使う。あーでもなー、なんだっけ、フォークを4にしたいからね、1球種4は欲しい。先発だったらちょっとポイントは置いておきますか。このまんま後はこの決勝でどれだけ点を稼げるか。矢部くんか、ここはちょっとミートを開いていこう。ワンアウトランナー2塁という場面で矢部、今日は三振とサードフライ。こいつも回答持ちたかんな。第2球投げた。俺とは全然違う能力だよね。ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク、打ちました。これは正面に行ってしまったね。ツーアウトランナー2塁に。関野くん、君に全てを託す。俺は君に全てを託す。ダイレクトありがとう、一条に繋いでくれた。そしてバッターは4番一条、今日はライトフライとピッチャーライナー。第2球投げた。お、危ない球。威圧感によって手元が狂ったか。第3球を投げました。打った。少し振り遅れたな。取ってこれです。頑張ってるね。9回ブレインマッスル、さよなら。小高くん、ツーアウトか。という場面でこれはどうだ、ダメか。おお、最後の最後に力尽きたか。あそこで俺が打てなかったのがやっぱ悪かったね。あとはドラ1になれるかどうか。なれないスカウトさんも全然追ってないからな。で、また先発にしますか。やっぱりね、復活とかをね取る以上どうしても先発になっちゃうんですよね。あとはポイントをもらえるところはないね。で、まあ、5900と、まあ、確かにね爆発したタックが今回なかったからね。スタミナは5を使って、変化球はカーブにしとくか。カーブを4にしよう。で101か微妙に足りてない。
2球締め取る、2球締めっていうか第2ストレートを取るで球速、上げておきたい。あとはタイピン取ろうで、そこからの投資、ポーカーフェイスは外すと、まあ、これでわりかしいい感じに経験点は使っていけたと思うんで、中継ぎとかね適正つけてもまあしょうがないから、ミート上げとく、守備力も上げとくこんなもんか。まあちょっとねハマったっていうところがなかったんで、こんな感じにはなりましたけれども、まあ、ブレインマッスルはね、やっぱりこう何回も何回もやってハマる回がいつか出てくるんで、まあ、それを待つというところですかね。まあ、最初の方のね不眠症もまあ聞いたといえば、聞いたところになるんで、 3,4 回寝れない時があったからね、それを考えるとまあなかなかいい感じにはなったんじゃないかなと思います。まあ夢はまだまだ、ある編成ですね、というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。